巨人史上最低の4番と叩かれ、どれだけいい成績を残しても逆風にさらされる。しかしそれでもホームランを量産し続けた男がいる。王、長嶋の後継者と言われた原辰徳、 ON の後継者というプレッシャーに耐え、巨人の4番を務め上げた。30本塁打を打っても勝負弱いと日本中から叩かれるが、巨人軍には巨人軍独特の聖域があります。私はこの15年間それを肌で感じてまいりました。巨人で背負い続けた伝統の重さを語った原、引退セレモニーまで自身の胸の内を隠していた男、原辰徳の野球人生はどういう道を歩んだのか。